はい、どうもどうも、こじまです。今日はこちら、すみっこ暮らし、お部屋の隅で旅気分すごろくで遊んでいきましょう。それではスタート。さて今日はどこに行こうかな。ライブでたまにね、こちらのゲームやってますけども、ライブであんまり行かない場所に行こうかな。っていうわけで、ワクワクは多いかな。最近行ってない気がするので、ワクワクに行きましょう。ワクワクツアーマップってところ行きます。さらに隅っこをお任せで選びます。へい、お、白クマだ。あともうお任せで行きます。猫ちゃんお休みです。よろしくお願いします。で、こじまっちは白クマでやっていきます。ワクワクマップです。こういったね、ヨーロッパ風のマップが多いところになります。それでは1位目指していきましょう。猫ちゃんも後ろにちゃんといるからね。まずはサイコロをね、振って出発する順番を決めていきます。4、まあまあまあだなまあまあですね。はいはいはい。わざわざさ、アーム必要歩けばよくない？あ、私2番目にサイコロ振るんですね。で、目的地はホコリちゃんが教えてくれます。はい、どこでしょうかね。目的地移動します。こちら、あーあー、下？下の方か。ちょっと下だね。じゃあそこ目指していきましょう。でも距離的には短いので、割と楽なのではないかなと思います。まずはとんかつの番です。さあサイコロ振っていきましょう。誰が一番ね、タピマイルを集めることができるのでしょうか。皆さんは誰だと思いますか。え、なんで上着替えたかった下だよ。私たちが行く場所は下だからね。あの、さっきの目的地、変な格好になっちゃった。さっきの目的地に着くと5000タピマイルゲットできるので、まあ正直ね、ほぼ勝てると思います。目的地着けば、うん、買い物だね。さてと何買おうかな。ででん、あ、サイコロ2個振れるカードがありますね。これを買っておきましょう。うん、これだけでいいかな。これだけでいいかな。サイコロ3個カードもいる。買っとく、念のため。はい、念のため買っときました。このアイテムをね、うまく使うのはこのゲームを勝つ秘訣でございます。さあ、お次はペンちゃんでございますね。ペンちゃんどうする、何です。3、さあ、まあ下行くでしょうね。はい、買い物です。ペンちゃん何買おうかな。あ、何も買わない。買い物マスによってね、売ってるものが違ったりするんだよね。いいのがなかったんかもしれませんね。トカちゃんは1。あ、私と一緒だ。多分トカちゃんもサイコロカード買うんじゃないかな。それが一番使える。買わない、買わないんだ。はあ、次とんかつか。せーの、はい、6。いいね。でもとんかつがね、変なルート行ってんだよねなんでそっち行ってんだろう。でサイコロは絶対この数字進むことはできるんだけどね、使い道がね、なかなかね、難しいんだよな。ゴール手前の買い物マスとかだとね、使いやすいんだけどね。で、目的地まで6か。いや、白くんは6出し切らんよな、多分。サイコロ2個カード使うか。これで3、4とか、5、1が出れば、ん ?3、4? 違うな、3、3か。3、3、5、1が出れば、ゴールできますね。可能性高いんじゃない？ 5。ってことは次、白がま、1を出せばいいんだね。はい、1。あ、これ出たな。あー、惜しい。白熊惜しかったね。妖怪1、おーい。9。買い物マスもあるけど、どっちがいいんだろう。あのね、こっちから回ると買い物マス止まれるんだよね。で、さっきトカゲだったっけ。
違う、とんかつか、とんかつがね、決まったマスのカード持ってたじゃん。あれが出ればいいな。1,2,3かな。出る？来い。あー、お金が足りないんかい、もともと。くそー、しまったー、お金見てなかったー。あれ1枚500円するの高いね。しかも3なかったし。3ない、え？あ、びっくりしたー。おー。ついたかと思ったじゃん。どんな服になんの？へい、タータンセット？あ、かわいいやつじゃん。タータンってよくわかんないけど、かわいいね。どっかの民族衣装ってわけじゃないよな、タータン。名前もかわいいし、服装もかわいい、タータン。え？なんかさっきがドキドキさせるね。みんな目的地近づいてきましたね。ブラックタピオカードか。ブラックタピオカはね、貧乏神みたいなやつなので、お金いっぱい取っていっちゃうんですよ。だからね、まあ、いない方がいいかな。っていう感じのキャラクターではあるね。それの対策カードですね。で、とんかつはもうよくわかんないのでいいかな。よくわからん格好をして、よくわからんルート進んでるので、やっぱエビフライの尻尾ちゃんいないと調子悪いんかな。あ、ちゃんとした動きしてる。うん、いい動きだね。それは素晴らしい。ただまあ私がゴールするんじゃないかな。白クマ3お願いします。ててててててて3。はい、出た、はい出た、これ出たね。うわー、でかい。ちらちら、着替えますか。こっち行くとどうなる。こっち行くと逆転ミニゲームはまだいらんな。こうやっていくと着替えでしょ。あー、これ全部着替えかな。着替えだな。着替えるか。今日着替え多いね。みんな着替えてるじゃん。はい、突っ張りセット。あー、ゴールできないか。こうなっちゃった、白クマちゃん。可愛い格好なればいいんだけどね。へい。あー、6か。1出なかったか。戻っていったね。あー、なるほどね。買い物でいいやつがあるといいね。あ、あるやん。1か。でも1,2,3じゃつかないからね。とりあえず1を買ったみたいな感じかな。次、トカちゃんです。トカちゃんはなんだっけ、 2だっけ。あ、出ちゃった。うっそー、出たか、マジか。出しちゃったか、トカちゃん。ひゅっ、さ。パッパッパッパ。猫ちゃんも登場。いやー、取られちまったな。これなんだろう。初めて見たかもしれないな。これはここら辺で一番高いタワー。なんだろうな、これ元ネタ。とっても高いので上まで見上げると首が痛くなる？首あったっけ？あれ？これなんだろうね、元ネタ。実際にある建物を、なんだろう、モチーフにして作ってあるんだよね、このゲーム。あ、ブラタピ来た。誰にくっつくかな？ででーん。お、結構長いね。あ、ペンちゃんにくっついた。ツアーコンシェルジュとしてね、ペンギンにおもてなしするんだけど、そのおもてなしにお金かかるんだよね。しかもあんまり使えないおもてなしだったりする。さあ、目的地変わります。ちょっと待って、目の前になんかいるやん。え、ちょっと待って、ペンギンさっきさ、1進むカード買ってなかったっけ。あ、次ペンギンゴールしちゃうぞ。誰か代わりにゴールしないとペンギンが確定でついちゃう。え？ 6？ え、届く？もしかして。もしかしてさ、トカちゃんじゃない、トンちゃん。届くのでは？目的地ピタって止まったりしない？ 6 怖いね。マジか。ついちゃったよ。ぴったんこカンカンじゃないですか。すげえ、
トンちゃん変なことしおるって言ってごめんね。まさかこんな活躍するとは思わんかったよ。逆に私ビリやん。これ凱旋門かな、おそらく。これはお家の門として注文したら出来上がったものが多すぎたもんです。発注ミスじゃないかーい。はーい、うわーうわー、やっちまったぜ。でまた目的地変わります。どこに移動するかな。あ、まずブラタピ移動、ヒュイーン。まあ、ペンギンくっつくんか。ペンギン好きなんかもしれない。で次の目的地は誰かいますけど。もうすでに誰かいるね。私それ近いのでは。あ、近いよね。3、いやー、白熊チャンス。ここで3を出すことができたら英雄になれます。さあ出るか、出ないですよね。出すの難しいよな。6か。買い物、これ両方買い物ますってこと。うわー、買い物ね、買えないんだよね、こじまっち。こんな感じで何も買えないので何もできませんね。次ペンちゃんですね。ひゅい、5もつかんよね。私がみんなついちゃったんですけど、目的地。トカちゃん隣でめっちゃ見てるし。うっそー、マジか。これさっき見た。これさっき見たぞ。やられたー。わー。なんということでしょう。素晴らしい格差社会になってきました。しかも次ラストターンじゃない？あ、さよならブラタピ。またペンちゃんか。あ、トカちゃんにくっついてる。次の場所は？また近いかったりする。あれ？これだいぶ遠いんだよ、では。どこだ、そこ。あ、遠いな。あー、そっち側か。そっち側あんま行ったことないな。あ、ブラタピさよなら使った。さあ誰にくっつけるか。てっててて。お、トンちゃんに移動。ヒュイーン。あ、着いた。さあてと、トカちゃん移動します。大きい数字を出しました。あ、そっち行った。え、ブラタピくっついたけど。さっきさよならしたばっかりなのにもうブラタピくっついてる。あ。金のアームカードはね、それね、自分の好きな場所に移動できるんだよ。だから目的地にも移動できるんですよ。あ、これがね、ブラタピのサービスですね。300円なくなりました。で、次はラストですね。これほんとまずいね。タピオカードで目的地トンちゃんついたらやっべえ。今回みんな強い。てかミニゲーム一回もやってない気がする。ミニゲームやってないなぁ。1、ちっちゃ。次は？てんてんてん、ちっちゃ。1と2、ちっちゃ。あ、着替えだ。やっと服装変わります。さあ何になるでしょうか。ペンギンになりきりました。ペンギン強かったっけ？はーい、ディナーサービス。まあ、安いのでよかったね。お金全額持っていかれるとこあるからね。次は確か、タピオカード一応買ってるからさ、これで目的地着いたら、まあ、追いつく可能性はあるんだけどね。それか逆転ミニゲームマスに止まるか。逆転ミニゲームの方がいいのかな？ 5。次。3、今のところ8ですね。目的地まで数字何までだったっけ、見てなかった。9、あー、ちっちゃいな。
これでどこに移動できるか見えるね。わ、全然届かんじゃん。ここだもん。で、これで逆転ミニゲームマスがどっかにあれば、あ、止まらないか。わ、止まらないんか。どっか止まればよかったんだけどな。あ、ここなんだろう。着替えますか。いや、他にないもんな。うわ、ちょうど止まらんわ。じゃあ、無難にプラスにした方がいいかな。はい、移動。プラスマスに移動します。いやー、ダメだった。もう全然ダメだったね。誰か逆転ミニゲームマスに止まることを願って応援でもしよく。頑張れ。逆転ミニゲームマスがいいな。あー、全然足りない。あ、で、トカゲはさ、金のアームカード使うでしょ、絶対。これ、コジマッチ、勝てる方法なくない？え？今日何もしてないよ、コジマッチ。ただサイコロ振ってワーヤー言ってただけだよ。トカゲわかってるね。あー、ダメだ。あー、もうダメだ。勝てないよ。全然勝てないよ。どうやったら勝てるんだ。今から勝つ方法をみんなで考えよう。そうだな。リセットしてもう一回やり直すかな。あ、ちょっと手が滑ってか逆転ミニゲームに。いやー、アーム頑張れ。いやー、仕事しちゃった、ちゃんと。はい、こんな感じでね、できるんですよ、さっきの金のアームカード。まあ、その分3000円とし、高いんだけどね。やべー、全然活躍してねー。学校だ。学校だよな。時計台か。みんなが待ち合わせに遅れないように建てられた建物です。へー。だけど時計を作るとき電池を入れ忘れた。ダメじゃんダメじゃん、時計互換。うわ、すげー、10倍近く差がある。コジマッチがね、一応勝つ方法ね、唯一あるとしたら、最後にボーナスがあるんだよ。そのボーナスで3つとも賞を取る必要があるね。全部で3つあるんだけど、賞が。いやー、どうだろうな、いけるかな。もう、みんな気が、あ、トカゲ着替えてないんだ。着替えればよかったのに。では、ボーナス発表です。ツアーボーナス発表。ででん。一つ目のツアーボーナスは、たくさん移動ボーナス。これ、私じゃない？これ、白熊じゃない？もしかして。お、来た！これで3000円もらえます。よし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 。まず1個目。あと2個。あと2個、白熊に来い。ミニゲームボーナス。誰もミニゲームやってない。これ、全員もらえる？どうなる？あれ？私なんかゲームしたっけ？やった覚えないけど、ありがとう。どうもどうも。今やってるか。このゲームやってるね。オッケーオッケー。よし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 。よしよしよし。あと一個。あと一個何？アイテム？あ。終わった。ペンギンじゃない？え、トンカツだったんだ。あ、そっか、トンカツね。結構ブラタピと一緒にいたね。ああ。ああ。惜しかったー。ああ。これ1位誰だった？トンカツかな？トカゲが確か7000タピマイルだったので、トンカツが今ので8000になるんじゃないかな？私が6000かな？で、ペンちゃんが5000件ね。勝ったー。ビリじゃなくなったー。あ、やっぱトンカツになったね。おめでとうございます、トンカツちゃん。おめでとう。いやー、強かったね。なかなかだったよ。おー、3位になった。危ねー。Bになるとこやったいや、ボーナスでかいね。ボーナスなかったらもうほんと圧倒的Bだったわ。では、飛行機で帰ります。ふぅ、最近飛行機乗ってないな。いつ乗ったっけな。何年前だろうな。はい。こんな感じです。とんかつさ、ケーキ食べれたっけ？食べれないなら代わりに食べるよ。
フォジマチが食べるやん。はい、というような結果になりました。ご視聴ありがとうございました。いやー、ボロ負けしたので動画にするか迷いますけども、もしもこれを見てるってことはね、動画にしたということでしょう。それではまた次回別の動画でお会いしましょう。ならねー。